酒はどこにあるんだ。そんなのもういいじゃないですか。清めるのは大事よ。ほれ、野里様。いただく。回るな。じいちゃんも。やすくん。あんたは舐めるだけ。お姉ちゃんは？上松様はもうダメじゃ。私、世話するわ、この子の。どうせ無駄。知恵ねえ、しっかりしてよ。では始めるが、私は織部夫人をくくるのに一票入れたい。根拠は何です？彼女は危険だ。じゃあ僕は上松理香子さんに一票入れますよ。根拠は危険だからです。他の各位はどう考えるのかね。仮投票だ。決定じゃないとしてだ。私はどっちもくくるべきと思っておりますよ。先か後かはどっちでもええ。私今頭回ってない。上松理香子をくくるべきよ。香織さんは話せばわかるかもしれないけど、あっちはもう化け物じゃない。お前はどうなんだ、子供。お姉ちゃん、食べるの？何を言ってる。いいか、お前の好きな理香子さんを守りたいなら織部香織をくくるのに投票しろ。ねえ。無理ですよ、分かりっこない。危険が3人、あとは2対1、決まったようですね。ふざけるな。わざわざ移り住んでまで安水に身を尽くした彼女に対して、これが安水の恩の返し方か。それはというか、聞かせてくれませんか。母は取り乱してはいるけど話は通じる。説得の可能性はあります。植松さんはあれじゃ獣と同じじゃないですか。投票だってもうできない。読み人なんですよ、母とは違う。仮に今日母をくくったとして、明日はどうするんです？植松さんを何とかする手はあるんですか？決まりですかね。なんと短絡的な。血縁者ゆえのひいき目かもしれんが、対極的なものが何も見えていない。何ですって？考えてもみろ。我々はあくまで狼を全滅させねばならんのだ。優先度からすればそっちの方が先だ。読み人は狼ではないのだろう。であれば彼女は狼でないと証明されたも同義なのだ。は？どういうことです？伝承を思い出してみるがいい。狼とは世持つ狼、すでに黄泉の汚れを負った存在なのだ。その上さらに読み人になるなど考えられるかね。
山脇さん、どう思われるか。それはそうかもしれんですが、こういう仮説はどうかね。強い汚れを受ければ斬死する、あの取材者たちや君の弟のように。しかし一方、弱い汚れは狂気となる。狂ったお守りが狼で、狂った人が読み人だ。つまり汚れの罰は狼にとって斬死のみを意味し、人には読み人と斬死の二通りあり得る。ご都合主義な妄想だ。そう、証明する手立てはない。しかし最もらしさを積み上げることはまだできるぞ。もし狼が汚れで狂うというのならば、あんな姿になるのかね。人の皮をかぶった獣が狂ったならば。私は獣は本性を表すと思うがね、ケムクジャラな本性を。リカ子さんはそうなったかね。なっていない。それはそうかもしれんです。それじゃあ香里さんを先にすべきなのかね。タエバー、野里さんはおとぎ話を前提にして話してる。実際に人が死んでいるのにだ。こんなの馬鹿げてるでしょ。馬鹿げているのはどっちだ。汚れの恐怖を認めるならば、それは伝承を認めるということだ。そら、私は認めたぞ。汚れを恐れつつ伝承を軽んじるのは二重基準ではないかね。え？知恵ね。私は神様が怖い。こうして全てを手のひらの上でもてあそんでいる神様が怖い。何を言ってるの、知恵ね。それでも、いや、それだからこそ怖いものと戦わなきゃならなくて、戦うには武器が必要で。春秋さん、え、なんで、あいつ。私は、ヤス君、君に投票する。何を、知恵ねえ。意味がわからんぞ、芹沢。野里さん、ここから確定票を取って。いつまでも話し合っても無駄でしょ。それは、しかし、いつかやらなきゃならないことだ。それに、知恵姉が確定票を入れるなら、僕らが入れないのはアンフェアだ。でも、許せるかどうかは別だよ、知恵姉。異論はないか。ではこれから確定票とする。私の考えを言うね。野里さんの言い分は半分まで正しい。この場は狼を探すために使うべき。ただその論拠が昔話の解釈なのは論外。モッチーや狼ジジイや匠兄ちゃんは人間に殺されてるんだ。ならば、昔話じゃなくて、今まであったことを振り返って考えるべき。それで私は考えた。まず、私と同じように優先順位をちゃんとつけられる人は、この中で誰か。野里さんはさっき言った通り、メイコちゃんは若すぎて無理、
ハルちゃんは。ぶっちゃけ野里さんへのアンチとヤス君の味方をするだろうって思った。状況に関わらずね。うん。タイバーちゃんはきっと伝説やら何やら中心で語るだろうって分かってる。一等信心深い人だからね。じゃあヤス君はどうだろう。辛いこともあったし、今はお母さんがくくられる寸前で焦る気持ちはわかる。だけどその対抗としてリカ子さんをくくる方向で進めちゃうのはどうかな。安水の人間なら確かに長者をくくる方向に誘導するのは簡単かもだけど、君には優先度ってものがわかってるはず。怪しい読み人なきにせんなんて言葉より前に、直接の脅威になり得る狼を探すべきってね。私の知ってるヤス君は切羽詰まっても理屈っぽくそんなことを言う人だった。知恵ね、言いたいことは分かったよ。僕はこいつが許せないんだ。え、あなたが適当なことを言って場をかき回すもんだから、匠兄も義継ももっちーも殺された。この後に及んで次は母さんだというあなたが許せないんだ。ちょっと兄ちゃん、どうしたの？落ち着いて。あ、そうだね、優先度なんて忘れてた。僕はこいつの鼻を明かしたかった。それでハルちゃんを利用したのさ。知恵姉が言った通り、僕の本性はそれだけのつまらない人間だよ。これでも不満なの、知恵姉？そうだね、らしくないとしか思わない。ヤス君、これはきっと疑心暗鬼だと思う。でも言うね、香織さんが食事を出した時、安永君と春ちゃんはいなかったよね。もし他の人があれで全滅してたら、残るは君たち二人だった。あとは春明さんか。もしあなたが狼だったら、とても楽な展開だよね。僕が母さんにあれをやらせたっていうのか、知恵ね。そうだったら最悪だって思うよ。トリカブトを香織さんが取ったのはおそらく朝だよね。それ以外暇はなかったし、ずいぶん早起きだったし、その時からみんなを殺す気だった。夜の間に吹き込まれたとするなら話はわかるよね。そんな、でも夜に連絡する手は。狼は二人いる。まさか香織さんが唯一残った息子のために一人で汚れを被る覚悟で残る人の皆殺しを狙ったなら。私も人だもん。最後に狼と人が残っても投票にならない。ハルちゃんは何もできない。嘘だよね、兄ちゃん。ヤス君？ありえないんだ。だって母さんが狼だったら義継が死ぬわけがない。あいつを生かすために僕を殺すならありえたかもしれないけど、
僕が頼んだって聞いてくれるわけがないだろう。母さんも僕よりあいつの方が好きなんだから。知恵ね、あんまりよ。兄ちゃんがお母さんにそんなこと言うはずないじゃん。別に私はヨシ君が殺されたとは言ってない。彼は単に夜出歩いて汚れを受けただけかもしれない。それに香織さんは狼じゃなくても息子が狼だって知ったら汚れを厭わず助けるかもしれない。そうやって都合のいいことを言って兄ちゃんをどんどん悪者にしようとしてるようにしか見えないわ。どうしちゃったのよ知恵ね。私たちのことはどんな時だって守ってくれてたじゃん。あの人なの？妻子さんがそうやって言えって。あの人に出会って知恵姉は変わっちゃったの？そんなことはないよ。ただあの人の真似をして自分の頭で考えてみただけ。一番信じたくないことだって、それが真実である可能性からは目を背けるべきじゃないって。それで思いつきで僕に対して絶縁状と同じ一票を送ろうって言うんだね。だってらしくないんだもん。そうやって脅しみたいなことを言うヤス君がさ、私からしたら君だよ。変わっちゃったように見えるのはさ。で結局どうするのかね。投票先は言ったことには責任を持たなきゃね。私はヤス君を疑ったから、それをちゃんと形に残すよ。では織部安永に一票だ。順番がずれましたけど、席順で言えばタイバーが最初でしょ。タイバーどうする？私は香織さんにするわよ。植松様は確かに狼とは思えん。あなたはどうします、野里さん。今さらあなたなどと。私の答えは変わらんよ。それどころか今の芹沢の言葉で気持ちが固まった。織部安永、君が狼とは正直今の態度からは考えづらいが、母親がそうだという可能性は高そうだ。織部香織に一票。君はどうするのかね、織部安永。変わらず植松理香子さんです。私も植松理香子に投票するわ。子供は、放棄でいいか。待って、メイコちゃん、よく考えて。あなたの票で人の勝ち負けが決まっちゃうかもしれないんだから。知恵ねえ、そこまでするのか。小さい子にデタラメを吹き込んで票を奪おうなんて。それしか手がないなら何だってする。メイコちゃん、リカ子さんがいなくなったら嫌だよね。無駄だよ。僕に投票させたって3人同率で決着がつかないだけだ。いらない人選ぶの？そうよ。だったらおばちゃん怖かったから。それは食堂の女の人かね。うん。
決まりだな。そんな冗談だろ。こんなそんないい加減なことで母さんが。それでも一票は一票だ。兄ちゃん、終わった。終わった。香織さんを選んだのか。どけ。安永君、僕は負けました。はるちゃん、私は嫌だって言った。おばあさん、信内様のおぼし飯じゃ。千恵美、春明さんはこの子を。やめろ。止めろ。誰か。
見るな。メゴ、明日僕と一緒にここを逃げよう。上松理香子は諦めるんだ。鍵をかけて、明日の朝、僕が迎えに来るまでじっとしてるんだ。これをちゃんと食べるんだぞ。今日の宴は終わった。そうですか。じゃあ、マシな死に方を考える。もっと痛くない死に方。あるいは、痛みと引き換えになるような何かを成し遂げる死に方。おう！ルア！はあ！ついに尻尾ちうせて、玉の扉風破れ。
ティアイ空虚の草むらに豚のムクロがシャウトする。うるさい。ちょっと声が笑ってるぞ。あんなん誰だって反応に困るけど。まあとりあえず明日逃げよっか。どんな流れで何を言い出してるの。それだけツッコミができるなら十分正気でしょう。脱出脱出、クレイジーゾーンからおさらばしようぜ。あのね、春明さん、僕は本気だ。ひどい顔。そんなに？嘘。何その軽妙なふっかけ。彼氏か。君の切り返しも本調子に見えるけど、でもそんな仮面の下に超常的苦悩を隠してんだろ。全部吐いちゃえよ。まあ吐かなくてもいい。とりあえず座れば。お邪魔します。今日の宴の内容を教えて。結局誰なんだ狼は。もう分かんないというか、もう誰でもいい。いっそあの青びょうたんが狼ならな、すっきり憎めるのに。匠さんからお墨付きが出てる以上、その可能性はとても低い。知ってる。やっぱ私には無理だったな、春明さんの真似は。僕の真似？うん、考えていろいろやってみたけど。
みんな怪しいな。うん、だからもう誰でもいい。メイコちゃんは助けてやることに決めてるんだけど。どうやって？ここを出て。無理だって言ってんじゃん。待ってて確実に死ぬよか良くないか。彼女が狼だったら一人減らせてラッキーかもよ。なのかな。もう分かんない。人殺しちゃった。君は悪くないさ。そもそも君は反対したろ。一応殺人を止めなかったってことはそれに賛同したってことじゃない？それは僕も同じだし。ああ、そっか。それに異常な状況下で異常な決断をしてしまうことに法はある程度理解を示すんじゃないかな。法ねえ、どうにしたってまともな法で裁かれるなら意味不明な山の掟に裁かれるより億倍マシでしょう。それとも千恵美ちゃんはむしろ超常的な死を遂げたいのか。どれも的を外してるってところか。神様ってやつのせいか。半分はそう。もう半分は説明しづらい。うん。じゃあ神様の方を話してよ。どう言えばいいのかな。神様は不幸なんだ。ん？いや、辞書的な意味で不幸のことをそう呼んでるわけじゃなくて、そのね、神様がいるからどうやっても私たちは幸せになれない。それは目に見えるもの？うん、私たちはみんな見てる。でも本質は目に見えないものかも。目に見える部分について聞こう。それは人間？それは安水の誰か？じゃあ上藤義の人間？じゃあ違う、やっぱ違う。人間じゃない。人間をどうしたって神様はどうにもならない。落ち着いて説明するんだ。じゃないと僕も君もやられる。いっそ殺してくれればいい。こんなひどい夢とっとと終わらせてほしいのに。ねえ春秋さん、私を殺して。あなたの手なら私死ねる気がする。何言い出すんだ、しっかりしろ。私死
しっかりしてる。私は汚れてなんかない。私は狂ってない。狂ってなんか、おかしいのは、おかしいのは藤吉全部よ。おかしいのは、おかしいのは神様の方よ。神様とは状態のことなのか。ヨミの匂いに狼は来やる。みそぎ物意味夢見せよ。フシヨシの娘、ちえみ！おい、しっかりしろ！私、なんで、この部屋、どこ？さっきのやつは何なんだ？なんだろう、眠い。ごめん、帰るわ。絶対に連れて行く。
てる命なら僕にくれ。明日の朝、千恵美と芽衣子を連れてここを出る。君を連れてじゃないんだ。君によろしくお願いされたからね。その意は最後まで組ませてもらう。律儀なんだでしょ。実は子供を見殺しにするのは他よりも気分が悪いって打算もあったりするんだ。悪ぶれてないよ、春明さん。あと、いつの間にか呼び捨てになってる。嫌だった？嫌じゃないけど、けじめというか、区切りは欲しいな。僕と付き合って。いいよ。だから一緒に逃げよう。分かった。言っておくけど、一緒に死んでもいいって意味だから。芽衣子ちゃんのことは悪いけど、あんま考えてないし。自分に責任持てよ。千恵美さん、どうも脳に問題があるっぽいから、年長者に頼っちゃいたい。任せろ。あと、他に希望者がいたら連れて行くから。私は特別扱いじゃないんだ。特別扱いだよ。他は任意だけど、君とは付き合った以上、踏んじばってでも連れて行く。微妙。知ってるか？僕はモテないんだ。春明さん、ありがとう。私が今夜狼に殺されたら。言うな。私の何でもいいから、どこか一部だけでも外に連れてって。心配するな。怖いよ。僕がいる。僕がいるから。
あいつ、なんて言ってたっけ。やはり、そうか。武器が欲しい。そう思って。君のは？前の包丁はなくしちゃったからそれきりだから守ってね。任せて。安永君は？同じ。芽衣子のところへ行こう。
ここだっけ。うん。チエミ、悪いけどこれ返す。え？どういうこと？実際に使える武器がいるから。それよりどこを目指そう？やっぱりお堂かな。遅かったね。いや、私らが早すぎたか。おはよう、知恵ね。それに夫妻子春明さん、ついに野里さんか。メイコ、おいで。メ、ダメ。本性を表しましたか、夫妻子さん。あなたが全ての不幸の根源だ。最後だと思って今朝実力に訴えるのは予想してましたよ。嘘。え、何？知恵姉は騙されてたんだ。この人が汚れの元凶だよ。この人を宴に混ぜないのは失敗なんだ。この人を出れば母さんも義嗣もみんな死ななくてよかった。待って、そんな。今日はこの人をくくるんだ。そうすれば全部終わるから。安永君、よくないな。誰も知らないストーリーを軸に大事な話を進めたら。あなたもでしょ。どうして急に殴りかかろうとしたの。おお、そりゃそうだ。ちなみに行動理由は人質奪還ね。だからそれは。まあその前に、ここで混乱の極みを味わっている知恵美ちゃんにフォローをしておく許可をくれよ。え？え？
誰が狼かはさておいて、まず大事なことは2つ。まず、昨日僕はメイコに対してこの集落を脱出することを持ちかけた。それは昨日、皆に聞かれたと考えるべき。村からの脱走は禁忌、それは知ってる。問題は村からの脱走をみすみす見逃す側も汚れの対象になるかどうかって点。だから早朝にメイコの身柄を押さえた。これはまあ話としてわかる。もう一つ、昨日千恵美と安永くんは対立関係になった。そのままならば今日の宴では両者の一騎打ちだ。基本的にはハルちゃんの票をほぼ確定票で抑えている安永くんが有利だろう。しかし、タエさんとメイコという不動票がある以上確定じゃない。だから千恵美と和解して唯一の部外者である僕を狙うのが一番安全確実だと踏んだんだよね。違う。違わない。だから僕を黙らせるためにメイコを人質に取っている。違う。あなたがこの子を人質に取って僕らにひどい要求をすると思ったから。僕にそんなことをして何の得がある。ぶっちゃけ僕は宴には関わってない。君だって納得してたはずだ。それが間違いだったんですよ。じゃあこの場の他の誰が元凶だって言うんですか。僕もハルちゃんも家族を失った。タイバーだってタクミさんを失った。僕らはみんな大事な誰かを失ってる。じゃあ失ってないのはあなただけだ、久石春明さん。君は嘘とか無茶を言うときに雄弁になる癖があるみたいだね。ふざけるのは大概にしてください。さすがに今はおふざけは自重してるよ安永くん。君は人を感情で動かそうとしすぎている。そして千恵美のこともなめている。君の言動のおかしなところを感情論で押し切れると思っている。確かに全ての悪事を僕のせいにすれば感情的には収まりがつくだろう。しかし一方で君は自分のキャラを大事にしなさすぎだ。冷静沈着、年上の暴論にも理屈でこうするキャラをね。勝手な分析やめてください。まあそれは10年だか何年だか君を見てきた村の方々が決めることだ。僕や君が決めるものじゃない。もちろん君だって心境の変化があってもおかしくないほど辛い体験をしたっていうのはわかる。じゃあ聞いてみようよ。君が完全に理性を失って僕というよそ者に怒りを向けているのか、あるいはとても冷静に僕をくくって今日の宴を空振りさせ自分の有利にことを運ぼうとしてるのか。つまり昼の死刑を回避して得をする陣営の人間なのか。どっちだと思う？千恵美。言えばよかったんだ、僕のことを狼だと。
それでも言わなかった。あくまで元凶と言い続けた。自分が狼だと知っているから。嘘をつくのが苦手なんだろう。かといって勝負どころじゃ、つかなきゃならない嘘はつかなきゃダメなんだよ。知恵ねえ、こんな奴のことを信じるの？そうやって理屈に対して感情論しか準備してないのは君の甘いところだ。君は最後まで理屈で戦うべきだった。くさい、あんたに何がわかる。ヘラヘラしてるだけで何もしなかった、できなかったくせに。僕はな、自分で考える頭を持ってたくせに、早々に迷信におもねって弟と母親を見殺しにした君に対して、一人の大人として率直に怒ってるんだぜ、安永君。確かに僕は狼ですが、あなたはいくつか勘違いをしてる。もう僕らは飼ってるんですよ。もう一人の狼、出てきてください。いいね、ヤス君。ええ、もういいです。あたしがもう一人の狼よ。兄ちゃん、兄ちゃん、やっぱりタイバーと兄ちゃんが狼様だったんだね。お兄ちゃん、ごめんな。お姉ちゃんに隠れときな。え、春秋さん、これって一体。わからん。オーケー、
主導権は君に移った。説明を聞かせてもらえるかな。タエバお願い。ええわよ、もうずっとヤス君には頼りっぱなしだったからね。ちいちゃん、メイコちゃん、これは話しちゃおらんかったけどね、昔、ずっと昔に、私が娘だった頃に、上藤吉の門が山祭りで寄って言うとったのよ。読み意味の宴についての本当のお話をね。そんなもんは上藤吉の方々が私たちをバカにしてから考えたもんじゃと思ったのよね。だけどそうじゃない、本当じゃと信内様は加護を下さるとともにそう言われなさった。じゃからね、ちいちゃん、あたしらはみんな亡きにしてやらねばならんかったのよ。つらかったけどもね。たくみも苦しそうにしとったけれど、でもこうしてやらねば読み人は救われんと、信内様は、信内様は言われるのよ。そんな話知らない。
僕は加護を受けた時に知った。学校の先生の受け売りですけど、思想を与えればいいんじゃないですか。要は自分たちのしていることが正しいと思えればいいんじゃないかって。なぜハルちゃんは知ってた。狼様が私に教えてくれた。おじいちゃんが死んだ日に私の夢に出て、そう教えてくれたんだ。でもタイバーはきっと正しい言い伝えを知ってると思った。タイバーが知らないはずないって。なのに言い出さないから、もしかしたらって思ってたし、兄ちゃんは二人で話した時、もしかしたらって思って。知恵姉と芽衣子が僕に投票しても、僕を殺すことはできない。ルールを曲げて不採石さんを宴に呼んでも3票だ。決戦投票をしても一人に選ぶことはできない。かくして二人とも欠けることなく、狼の勝ちです。楽勝でしたね。春明さん、それって…そうだね、安永君の言う通りだ。知恵美たちの、いや僕たちの負けだ。はるちゃん。何よ。あ、兄ちゃん、この不採石さんはどうなるの。このまま何も関わらないのならば、僕は無視する。そう。
泣きにせいでもいいのかね。必要なら神内様がどうにかするさ。でも黙ってはいないのでしょ、あなたは。さあね、正直そっちが善玉なら読み人側に手を貸すのも微妙って気はしてきたし。春秋さん、思ったより白状なんですね。都会人の合理性とでも思ってくれれば。見損なったとは言いませんよ。正しい判断です。とても正しい。ちょっとそんなのないでしょ。あなたあれだけジェネーのことが好きとか言っておいて見捨てるの。痛いところを疲れるばかりでも不愉快だから反論しちゃおうかな。はるちゃんよ。何よ。分かってると思うけど君は死ぬぜ。それでいいんだよな。え、君に聖典を教えたところで君が人側であることに変わりはない。君は狼になったわけではないだろう。匠さんや野里さんを殺したわけではないだろう。殺してないけど。なぜだか知らないが君は聖典を知ってしまっただけのただの人だ。だから人が負けるということは君も死ぬということだ。二人きりの時の話で安永君が狼である可能性に思い当たったと言っていたね。安永君がミスでそんなことをするとは思えないから、きっと君の挙動不審から君がそういう役回りだと感づいて、それで自分の正体を確定させないままに誘導して君が誘いに乗るかどうかを試したんじゃないかと思うわけだけど、狼はそういう役回りの人がいることを知っていたということじゃないのかな。それがどうした。ほんと、それが何だってのかしらね。読み人はくくられなきゃならない。汚れた、醜い、おぞましい私たちには狼様の渦と爪だけが救いなの。誰だってわかるわ、そんなこと。だから兄ちゃんは香織さんを手にかけたんだもんね。
お母さんを幸せにするために。ああ、その通り。兄ちゃん、春も幸せにして。それで知恵ね、どうする？おとなしくするなら救ってあげる。なあ、ちえみ。何？あの安永君ってのは本当に頭が良くてやがるな。何のこと？目、お手て痛い。転んじゃう。芹沢千恵美に惚れている君は、彼女だけは手にかけたくなかった。そして残っていた合理的思考で、わずかでも彼女を救う可能性があるのは脱出しかないと判断した。しかし、大っぴらに脱出を認めれば、他の全員に汚れが及ぶがゆえに。
僕が全員を叩きのめして無理やり連れて行ったという形を取らざるを得なかったということなのだろう。くそ。なんせ大人だからな。ねえ、ちえみ。もう、村の外って言ってよくない？そうかも、やったぞ。ほら、何事もなく抜けられた。やった？そうそう。さ、川を下って、町に戻ろう。ちょっと休もうか。無理。ちえみ。違うの。聞こえないかな。水音以外に何か。何か聞こえる？ワンワン。追ってきてる。逃げなきゃ。春秋さん、メイコちゃんを。
春明さん。何かな。もうダメだ。これなにを言ってんだ。ちょっと休もう。それで進めばすぐ抜けられる。大丈夫だ。ダメだよ、無理だよ。どうして。あのね、私がいたらきっと川は越えられないんだ。だって言ってたじゃん、読み人は私たちの方だって。だから彼岸を渡れないとでも言うつもりか。だって私、小さい頃からずっと休み水のものを食べてきた。それに私は汚れてるから。ちえみ、見ないで。ごめんなさい、本当ごめん。行こう。行こう。春明さん、ありがとう。
しかった。私の何でもいいから、どこか一部だけでも外に連れてって。何でもいいから、どこか一部だけでも外に連れてって。